いやほんま帰って芋食ってへこいて寝よ、帰って芋食ってへこいて寝よ。関西人は芋とかへとかそんなん好きやねん。ボンさんがへこいだ、ボンさんがへこいだ、ボンさんがへこいだ、ほっといたれや。ボンさんがへこいだ、匂うたら臭かった。いやせやからほっといたれやっちゅうねんね。いやー散髪行ってきたん、男前になって。ええもんあげようか、ええもん、ほれアメちゃんあげよう。アメちゃん、アメちゃんがええもんか。帰って芋食ってへこいて寝よ、帰って芋食ってへこいて寝よ。関西独特、関西独立、関西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 。えらいシュッとしたズボン履いてんな、靴もシュッとして。いやこの間な、歩いてたらな、知らん人がなブワーッと近づいてきはって、バーンとぶつかったと思ったらビヤーッとなって、ブワーッと血が出てギャーッとなって、会話に擬音が多すぎ。帰って芋食ってへこいて寝よ、帰って芋食ってへこいて寝よ。エスカレーター乗るときは右に止まって左開ける。ちょっとちゃっちゃとしよその子になってもらうよ。島にバチーンって行くよ。5、4、3、2、1、ギャー。お好み焼き定食ちょうだい。ほなこっちは焼きそば定食。ほなわしはうどんとご飯。なんぼほど炭水化物好きやねん。兄ちゃん何してんの。見てわからんもんは聞いてもわからん。何してるか教えてくれへんのかいな。帰って芋食ってへこいて寝よ、帰って芋食ってへこいて寝よ。黙って帰れ、ほんまに帰って芋食ってへこいて寝るねんな。奥さんあかんって、もうここはうちが張るとこは、ちょっと伝票返してあかんって。いやこの間も張るでもうたさかにあかんあかんって。いやそういつもすんません。結局払わんのかいな。怖いおっちゃん迎えに来はんで。あんた大きなったね、赤ん坊の時こんな近かったのに。当たり前やちゅうの。ヒョウにトラ、サイにライオン、おばちゃんの洋服アニマル柄や。商店街サファリパーク化計画、こんなん見たらアホになる。まだ言うぞこの子は。もう嫌やわ、もうおばちゃんほんまに酔いわんわ。帰って芋食ってへこいて寝よ、帰って芋食ってへこいて寝よ、帰って芋食ってへこいて寝よ。プッとこいでプッとこいでプッ。